セロナさん、日本に到着した模様。ラリーガで優勝を果たすと、ヴィッセル神戸との親善試合のために電撃来日したバルセロナ。世界的なスター選手たちが揃うチームが日本にやってきた。そうした中、ロベルト・レバンドフスキは早朝の東京散歩としてこんな写真を SNS に投稿していた。その他、マルコス・アロンソはホテルから見える東京の夜景を投稿。また、ジュール君では KONBANWA とのコメント付きで来日した際の様子を投稿している。ようこそ長旅お疲れ様でした。今日は新国立でヴィッセル VS バルセロナや、バルセロナの面々はほぼ寝ないで日本での試合なのかな。笑い。興奮しすぎてやばいわ。気がついたら今日バルサ来日か。ほんま来てるやん。ほんまに来た。24時間しか滞在しない弾丸ツアー。世界一過酷な試合だな。君たち昨日試合してたみたいだけどハードスケジュールすぎない？時差ボケで試合どころじゃないやろ。ようこそだけどこの移動距離で1日すら開けずに試合するのか。高額な給与はもらってるとはいえ、ちょっとかわいそうだよね。マジお疲れ様です。怪我しないでください。